はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。では、今回は、三国志14曹操のプレイ続きをやっていきたいと思います。で前回は、燕を攻略することに成功しましたので、いよいよ、古老館の攻略に専念していきたいんですが、古老館がね、硬い。1にも2にも硬いと、いう状況になってますので、まぁ、ちょっとなんとかね、これを、ここに、攻略する糸口を、見つけていきたいというふうに思っています。あとですね、そうだそうだ、一ターンだけ進めてまして、その間に武将が一人仲間になってくれています。じゃあその武将は誰か。甲冑です。なんとね、甲冑が、縁で探索してるところに、士官候補として発掘されたので、入れています。まあ、武力93、統率87。このあたりは魅力的ですね。本当に。武将の数が不足している曹操としては。で、あと軍団の新設をしてまして、軍団ですね。第二軍団として、閣下を、第二軍団の都督として、あてがっています。陳留、巨匠、ジョナ、この三つの都市の支配を任せています。で、曹操は自ら縁と、深夜、ここをね、束ねているという状態です。あと先にできることとして名品をね、渡しておきます。じゃあ誰に名品を渡すのかと、そして何を渡すのかというところなんですけど、まあ、やっぱりなんといってもね、今は、呂布に勝るとも劣らない武力の持ち主、一騎打ちで負けない人間が欲しいので、まあ、親衛隊長の一人である巨長に、武力プラス2を、プラス5。で、合計102というね、こういう形にしてもらいます。で、今戦ってる、天衛、曹操の護衛、務めていた天衛も、戻り次第ですね、同じく5を与えましょう。さらに、名品をね、惜しみなく、与えていきましょう。武力プラス5はもうちょっと上げたくないので、上げたくない、ちょっとケチ臭い言い方になりましたけど、統率、加工園、加工等、このあたりはもうね、重心中の重心。他の何者にも変え難い、まあ、そういう武将たちなので、統率を上げていきます。感謝だ。であとは、やっぱり軍師の閣下だよね。閣下には、この先、惜しみなく、その力を発揮してもらいたいので、知力ブラゴ、創始。これをね、閣下に授けましょう。閣下順位、このあたりはね、もう本当に貴重な貴重な存在なんで。これは心眼の持ち主。あとは提案をこなしていきます。水鏡。水鏡は欲しいからね。上々です。で、あとはどうだろうな。ジョナンあたりから輸送させる？金と、米と、兵士と。まあ、誰でもいいでしょう。あ、加工園がここにいるのか。加工園は呼び寄せたいな。一刻も早くね。行くか。では呼び寄せしちゃいましょう。呼び寄せ。加工園でしょ。まあ早急、まあこの辺りまでは欲しいかな。もうです。か陳留、ジョナンとかにいるような人たちはこぞってこちらによこせと言いましょうか。閣下はね置いておかなきゃいけないので、閣下は置いてこんなところかな。呼び寄せです。急ごう。加工園をね、園に入ってもらわなきゃいけないから、じゃあ、縁の方の内政を行っていきます。ちょっと待ってね。その前に、
深夜の内政を先にやった方がいいな。ここって全員いなくなってるからね。コーチを残しとくのか微妙だな。ぜひ欲しいけれどもしょうがないね。わかった。地域内政、うわ穴だらけだ。もうここは誰でもいいから派遣するという結構荒っぽいことをやらなきゃいけないな。甲虫も一旦じゃあ残しますか。本当はね参軍してもらいたいところですけど、なんといってもこの深夜の統治がまだまだこれからという段階ですからね。ではここで内政を行っておきます。そうか、関寧にもちょっと早速だけど何か任官させて引き入れる数を増やしましょう。ちょっと少なすぎる。まずは自動昇格一発かまして、その上で官職、空いた官職に拠長はもう持ってるから関寧かな。やっぱ関寧に。こんなところかな。知力各科も持ってるし、まあ一旦この辺りにしておきましょうか。まだまだ優秀な人材を集めましょう。人材ね、いくらでも困らないですからね。でその上で、改めて内政を見ましょうか。地域内政、あそうだよね、誰もいないもんね。まあ、ここは曹操自ら一挙に発展させるこの縁で、他は政治が高いのか。まあ商業はお金がね、まあ、序盤こそ兵士が必要必要と散々に騒いでましたけど、今となってはお金がねちょっと足りないよと、常に金欠ですねっていう、ちょっとそういう状況になってきているんで、まあ、なんとかお金を獲得する、まあ、そういう、まあ、動きも必要になってきてますね。中盤に差し掛かって。まあ、序盤とはこのあたりは動きが変わってくるというところなのかなとは思っています。戦闘向きの武将がやっぱり多いな、まだまだ。さあ、では、最後に人材登用、探索しておきます。縁はまだまだ、まだまだ、探索のしがいがある。行ってくる。で、五郎官の問題だ。武将がスタックしちゃってるからな。こんなものだ。鉄壁の将、馬勢の将。ちょっと天位も一度下げた方がいいかな。まあ、ここは入れ替わり立ち替わり、治癒強いね。治癒、純育の治癒が強いという話は聞いてはいたんですけど、確かに強い純育の治癒。天位も一度下げますと。何用か。でもう任せちゃった以上は彼らも勝手に動き始めてるからね。となればどうする、武漢を狙うかどうかだな。武漢に投降8000が入ると武漢の武力が1万7000か、うん、ごめんなさい1万5000ですね。1万5000となるとちょっとまた話変わってくるな。どうしたものか。どうしても孤狼感が抜けないな。五郎館を攻めるには武漢を落としておきたいよな。武漢を守りの要としておきたいから、武漢攻略までは頑張りますか。出陣、ちょっと待って、お米とかはあるのかな。都市情報を確認します。兵糧1万8000あれば大丈夫だな。 OK だ、出陣する。連携重視で出陣。
やちょっと兵力が足りないかなという感じはするけど、なんとかここは武漢を落として武漢に防衛網を張ってからうまいこと動きたいよな。金がない、金がないぞ。さっさと金を運んできてもらわないと。では参ります。で、天意が陳留に戻り次第天意を呼び戻します。吉報をお持ちしました。達成いたしました。敵の将が2本も転がってたってこと？聞いてください。ちょっと一旦決め込んだものの、うわ、1ヶ月以内に兵糧切れの恐れありか。これは無理だな。なんだ、一度全員入場させよう。いいだろう。やっちまったか。郵送、まあ誰でもいいな。兵糧、金、兵、これをすべて円に輸送だ。出立いたします。で、陳留から出撃させたいな。となると一度軍団を陳留を直轄にする。任せてください。で、出陣。とにかく今は波状攻撃あるの。五郎岩を取れればね、敵も浮き足立つこと間違いなしということですからね。で、五郎岩を取り、武漢を取り、守りを固めたら改めて方針をね、考えていきましょう。向かうとしよう。まあ、今やそうそうね、大勢力化してますからね。鉄壁の書がめちゃくちゃ落ちてるんだな、円に。どいてください。行きます。吉報をお持ちしました。守備は上々です。さすがよ、角か。やるね、角と。任務は成功だ。達成いたしました。ご確認ください。さて、天意が戻ってれば、天意に、天意は戻ってるね。であれば早速名品を天意に授けようぞ。これで呂布にも劣らない圧倒的武力を誇る天意の誕生だ。ありがたい。そしたら早速その天意出陣命じます。8000を率いて出陣だ。できれば呂布を出撃させて一騎打ちのもとに葬り去る。いざ行かん。で、ちょっと心配なのが、順に行くあたりが武将の数、兵の数が足りてないのか。まあ、五郎岩でもう軒並み兵力を削り取られてるからね。どうされましたか？長老が入ってくれば、
あるいはというところだな。どうされましたか？承知しました。で、円に今兵糧金、これを集めてるところですね、支給で。だいぶ兵力削ったとはいえ、武漢に1万5000が入っちゃうと、ちょっと武漢の攻略っていうのは難しくなるよね。やっぱ古老館だな。古老館ようやく5分の1だもんね、削ったのが。古老館は硬いな。どうやって古老館を取るかだな。こちらにお任せください。まあ、兵数的に余裕があるのはもう円だけだからね。ただ円をがら空きにすると武漢から1万5000の兵が多分攻め寄せてくるんで、まあ、それはそれでちょっと微妙だよなとなれば、一旦曹操を出しましょう。曹操を出してこの辺り一帯のね、占領を進めちゃいましょう。あわよくば敵をおびき出すと。皆の者、出陣だ。これでもう今や巨著と縁違う、巨著と天員、この二人がね、両夫にも勝るとも劣らない、まさにその武力を発揮できる場を提供するチャンスが来ましたね。天意が武力102、ごめんなさい、天意が101、巨著が102ですね。100超えが2人、ありがたい。でちょっと両夫も見ておく。両夫107とかだったような気がするんだけどな、まあ、ただこれだったら両夫にもね、決して負けない力になってるはずなので、110だ、頭一つ抜けてるわ。110だもんな。まあ、火竜も101だからね。この二人が守る、古老館。まさに双璧が守る古老館は抜けないよ。まずいな、こうなると純肉がやられる可能性がある。急いで純肉を戻しましょう。聞いてください。いや本当よ、どうされましたか？戻りましょう、純肉は一度。承知しました。古老館の戦いはこのまま行くと敗戦だな。なんとかどっかで巻き返しをしないといけないな。純肉隊はまず早急に回復してもらわなきゃいけないし、では参ります。増差もありませんな。急いで撤退だ、純肉隊は。古老館が抜けない、本当に古老館が抜けない。すげえ、純肉が一騎打ちとかありえないだろう。武力14だぞ純肉。死なないでくれとしか言いようがないだ。いやー、これはないわ。そうだろうな。なんと、
いや、一騎打ちの打ち合いだな。まあ、ただここは逆に勝てるだろう。それは想定外だろう。一撃死。純育がよく生き、おお、打ち取った。李寿を打ち取ったのはでかい。これはでかい。8000の兵を一挙に壊滅してしめた。よし、ご確認ください。ここは孤狼艦を奪い取る。またとない好機到来。ただ陳竜で2000しか兵ないもんな。巨匠から出すのは遠すぎる。ドアを行って曹操1万を出すのか。いやー、なんとも言えない感じだな。だったらあえてここは、今縁ってない、武将いないの、ちょっと確認しよう。全くいない。みんな出払ってる系だな。くそー。となれば次のターンまで我慢するしかないな。ここに、うむ、ここに。そうだよね。できれば連携が発動できる状態にして、出撃させてあげるのが良かったよね。まあ今更なので、ここは今いる戦力で踏ん張ってもらいましょう。で、純育はちゃんと生きて帰ってきたの？最強武将と名高い。まあ有能武将って言った方がいいのかな。神竜、能力、知力、純育、いるね。剣豪状態だ。よく戻ってきてくれた。まあ、純育とか前線に出しちゃダメだよね。特に一騎打ち系の武将がいる場合は。あと、捕獲を絶対逃れられるとかね。そしたら、ちょっと曹操を。待て、頭痛がする。出しましょうか。孤狼艦を抜かなきゃいけないからね、今。ギルドからだな。まあ、これは確実に捕虜返還の要請だと思うんで。いや、捕虜返還はいいんだけどさ、こちらの捕虜も返してよ。まあ捕虜いないとか言った。容赦するの。参ります。とっとこれけ。報告いたします。さあ、金はどうなった？兵糧はどうなった？そのあたりをちょっと確認しておきたいな。兵糧が足りないね。まだちょっと輸送が終わってないんじゃないかな。確認しましょう。そうだね、輸送がまだまだ終わってないので、輸送終わり待ちかな。陳留に8000の兵が入ったので出陣だ。3000、いや、ちょっと待ってね。もう一度ちゃんと出陣するときの連携確認する。連携考え。誰もいない。まあそりゃそうだよな。お、ここ2人発動可能だ。まああまり期待できるものではないとはいえ、6000の兵を出すのであれば成果を信じたいですもんね。出陣します。加工トン、加工園、曹操とか、この辺り、曹人とかね、この辺りをまとめて出したいよな。ご確認ください。で、金がまとまった量入ってきたな。
兵糧購入はちょっとここは差し控えましょう。この後兵糧大量に入ってくるんで。それよりも一度利点を戻します。壊滅されると貴重な貴重な貴重な武将を失うことになりかねませんからね。曹操はどうした？どうした？一度曹操入場させるか。じゃあ任せよ。戻ってこい曹操。無駄に兵力を失うでないというところかな。ようやく3分の1か。五郎館はご確認ください。本当に硬いね。よし、養老は十分だ。これで、じゃあ曹操を残して河口屯、河口園、この辺りを出撃させますか。この3部隊、これを五郎館に出せばさすがに肩がつくだろう。で、曹操は円の防衛に回ってもらいます。なんだと。壊滅する前にやっぱり引き上げないと周りへの士気の悪影響がすごいね。聞いてください。こればっかりは。となるとやっぱり兵数が少ない状態で出撃するっていうのはいいことは一つもないな。人流1万1000か。となるとやっぱりある程度の数が多い人たち、順位を出そう。7000っていうのが最低ラインだね。純育はそれでも4700で出そうとはしてますが、回復されるのが一番困るからね。河口屯、河口園、宗陣がつくまでに。じゃあちょっとここから五郎館をねゴリゴリ押していきます。そしたらちょうど今、五郎館をついに取ることができました。まあ、力攻めですね。河口屯、河口園、宗陣。まあ、彼らを派遣した甲斐があったと、こういうもので、ついに五郎館を取ったので、五郎館から逆に出撃して敵を一網打尽にしましょう。特に敵今混乱状態なんで。ここは一挙に五郎館から敵をね、殲滅して、洛陽を狙っていきます。まあ、1万8000洛陽入ってますけどね。となると、円からも出撃させよう。そうそう、宗陣、巨長、管理。この辺りの、超有力武将たちを。派遣していく。ちょっと待ってね。
機動力が高くないと話にならないから、拠長は置いていこう。代わりに、関連。関連は、荒野の陣が行ける。荒野の陣が行けることが大前提だからな。落葉を狙っていきます。はい、というわけでね、ちょっと今回五郎冠をゴリゴリに押しましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、いよいよ落葉攻略を目指していきたいと思います。五郎冠からちなみに両夫が脱出したんだろうな。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。